先付けになります。畳の昆布締めとリバトロとアボカドになります。次に、クラム醤油漬けと、はい、アーモンド少し浸しております。手前の少しで召し上がりください。もずく酢になりますね。菜の花、合鴨ロースの白醤油和えでございます。富山湾のホタルイカと京都長堀京のタケノコの木の芽和えでございます。大阪産の大豆濃厚おぼろ豆腐でございます。ミニドライトマトとクリームチーズと大葉のオリーブオイル和えでございます。どうぞお召し上がりください。薬味でございます。この薬味なんですけども、向かって右から和歌山のブドウ山椒、山中京都祇園の白七味、最後大阪堺の一味でございます。じゃあ堺の一味大変辛くなってますので、ストレスとかにしてくださいませ。本日のネタのご紹介をさせていただきます。こちら田島のささみになります。でこちら京都の七谷赤地鶏のこちらネギ味になります。で真ん中こちらこっちも田島のささみせせりになります。こちら信州の手羽先、こちら紀州の鴨、あとこちらにつくねとこちらうずらの卵で全部で7本になります。はい、失礼いたしました。野菜の盛り合わせでございます。手前の酢味噌、こちら徳島の金山寺味噌をこの煮付けてお召し上がりくださいませ。失礼
礼いたしました。セセリです。お疲れです。おはようございます。作りのわさび焼きです。ネギミでございます。お願いします。鴨のもも肉です。はい、すいません、うずら卵です。ありがとうございます。これで7本目になります。山崎です。ありがとうございます。鶏ガラでございます。鍋のお出汁でございます。します。ちょっと火をつけさせていただきます。します。鍋の具材でございます。します。はい、鶏胸肉のしゃぶしゃぶでございます。野菜を薬味もこちらの鍋に入れてくださいませ。はい、最後に締めの乳麺をお出しします。いたします。ありがとうございます。します。
ございます。ありがとうございます。好みはこちら鍋にお入れくださいませ。はい、薬味は好みでこちら取り皿にお入れください。抹茶ミルクでございます。お願いします。